日本兵庫県神戸市東灘区住吉山手、白鶴美術館住吉山手は、兵庫県神戸市東灘区の町名の一つで、昭和51年に、阪急神戸線以北の旧、住吉村域と旧、三影町域等、住居表示実施した際、旧住吉村域西部一帯に誕生した。平成17年国勢調査における、世帯数は2623。 人口6735で内男性3233人、女性3502人。元は、住吉町池床、山下、松本、川向、縄手下、寺崎、渦森、丸山、井出口、安場、八木が、原、西谷さん、観論林、小坂さん、牛上東、小林、道の本、落合、郝人さん、鍋島、九十が、坂、 赤塚山の各自及び住吉やーつが、原町1から3丁目、三影町三影、三影町郡家の各一部だった。1から9丁目が存在し、4丁目12番5 5 13番、1から12号17番が、元、三影町駅で、三影中学校の学区。半球沿線だが域内に、駅は存在しない。北東は、住吉川の支流西谷川を挟んで、 住吉台、東は本流住吉川を挟んで、西岡本、南は阪急線を挟んで、住吉本町、南西は三影山手、西は鴨小ヶ原、北東は渦森台、北は野田区六甲山町の元東長区の住吉学園、保有林だった西谷山にそれぞれ隣接する。住宅地の地下は、2014年1月1日の工事地下によれば、 住吉山手3の1の9の地点で24万7千円平方メートルとなっている。一丁目近辺は村瀬時代の観音林区であり、かつては寺明寺という禅宗の道東伽藍が整った大寺院があったが、永正元年に寺明寺流れと呼ばれる大洪水で流された。その後、天文年間に観音堂が建てられたが、天文十四年に再び洪水が起こり、 観音像は境の海岸に流れ着いたという。観音堂の跡は雑木林中に残っていたため、明治以後観音堂のあった林として観音林という字がついた。北部の五から八丁目は赤塚山と呼ばれる丘陵地帯で戦前に住宅地として切り開かれ、戦後は文京地区に指定されている。赤塚山の由来は土色が赤いから、または 今ンゴデクを意味する赤から、あるいは石器、河原家、銅卓を出土する古い土地だから、地下があったなど多様な意見があるが、どれも決め手にかける。神戸市立住吉中学校国土交通省地下、工事、都道府県地下調査。ありがとうございます。